期5色は勢力が均衡して、安定した時代を迎えたにもかかわらず、芝氏という怪物一族に滅ぼされた。職は芝居に北伐を阻まれ、芝将にとどめを刺された。義は芝居に権力を握られ、芝縁に帝位を散奪された。後も芝縁に滅ぼされたわ。三国帝立は決して安定した時代ではなく、義五色の国力差はどうしようもないほどにあったんだぜ。今回は義五色の国力差を解説するぜ、マリサが。いや、私かい。曹操の死後、各国が辿った滅亡への道についても解説するんだぜ。ゆっくりしていってね。三国帝立の起こりは、日本では天下三分の計と呼ばれている、諸葛亮が劉中にて劉備に説いた戦略、劉中策から始まる。呂宿を筆頭に、同じ戦略を持っていた人物が何人か登場するわね。当時、曹操は徐南袁氏を倒して中原地方をその支配下に収めており、中国全土の統一までは楊州の孫権、慶州の有用、益州の有将、漢中の長老、楊州の馬長、漢水などを残すのみとなっていた。流浪の身であった劉備は劉瑤の元に身を寄せていたんだ。劉瑤が支配する慶州は、楊州と益州の中間に位置しており、軍事的に極めて重要な地域となっていたんだぜ。曹操の次のターゲットは慶州だったわ。このような情勢を踏まえ、諸葛亮は劉備に対し、曹操へ対抗する戦略を解説したんだ。その内容は、曹操の能力と、牽制は大きくこれに争うことは全く不可能だということが前提で、慶州の交通の便利さ、益州の豊かさを具体的に説明したぜ。今の慶州の主、劉瑤では国を守ることができず、天が劉備に慶州を与えているも同然だということだ。益州の統治者、劉瑤は暗愚で弱く、北には長老という脅威が存在しており、詩人たちは名手を求めている。この二州を領土として、南方の異民族をいぶし、孫権や西方の異民族と結んで守りを固め、曹操に対抗し、天下に返事があった際、部下に慶州の軍勢を率いて燕、洛陽に向かわせ、劉備自身は益州の軍勢を率いて、長安に出撃することにより曹操を打倒すれば、漢王朝を再興できる、というものだぜ。劉備は諸葛亮の遠大な見識を認め、彼を軍師として起用したのよね。赤壁の戦いの後に劉備は慶州の領有に成功し、さらに、劉瑤に不満を持った法政らの内容によって、益州の領有にも成功したぜ。劉中策は実現するかに思われたが、関羽が余猛に敗れて慶州を失い、慶州奪還のために侵攻した劉備も、陸遜に大敗したんだぜ。二度の敗戦で、領土、兵力、人民、物資を失ったことで、劉中策はここで頓挫したと言えるだろうな。諸葛亮と脅威の北伐は、劉中策通り慶州と益州から攻撃することはできず、厳しいものとなったわ。実は三勢力が定立し均衡を保つという戦略は五冠末期より昔に登場している。蘇韓戦争の時代には、回答が関心に蘇、韓、勢による天下三分の計を提案しているが、最終的に採用はされなかったんだ。回答の策と諸葛亮の策の根本的な違いは、均衡を保つ天下を三分することが目的ではなく、あくまでも最終目的は中国全土の統一であり、権益を領することは統一のための手段に過ぎないんだ。人口から見ても、義五色は6対3対1程度の差があって、長期的な定立は不可能で、職がだんだん押されていくことははっきりしていたんだぜ。後でも戦略として、周瑜や韓寧が慶州に進出した後、益州を攻める策を説いており、呂宿も、長江沿岸を奪って定位につくことを立案しているぜ。義五色は、定立がゴールではなく、あくまでも中華統一がゴールで存在していたということね。年代によって微妙に違いはあるものの、おおよその各国の領土としては、義は、紀州、西州、平州、幽州、遠州、余州、司令、徐州、陽州、陽州、慶州の一部、陽州の一部、呉は、陽州の大部分、慶州の一部、甲州、甲州、蜀は、益州、慶州の一部をそれぞれ領有していたんだ。地図上でだけ見ると、面積は均衡しているような、農業に適した土地、開拓されている土地、都市の大きさなどでは義が圧倒的だろう。この時代の国力はどこで測るべきか、いろいろな要因があるが、何よりも人じゃないだろうか。人口がいるから開拓ができ、食料の生産ができ、兵士が雇えて、人材も集まるんだぜ。具体的には、義五色それぞれ、どれぐらいの人口があったの？義は約400万人、五は約230万人、食は約94万人と言われている。人が住むにはまず家が必要で、住む場所が必要、そしてそれを養うだけの食料生産が必要になるよな。食の土地は、地図で見ると山間部だらけで、人が住み、養えるだけの土地は少なかったのだろう。交通の便も不便で、大都市も少ないとなると、人口の差が生まれても仕方ないだろうな。
曹操の領土は春秋時代以前から栄えた都市が存在するし、孫権の領土も戦国の大国やと。それに引き換え、蜀は牢獄だもんね。人口の差はそのまま兵力の差になるから、魏の兵力は約45万人、呉の兵力は約23万人、蜀の兵力は約10万人だぜ。面白いことに気づいたわ。なんだ霊夢。おおよそ人口の 10% が、兵力になるのね。いいところに気がついたな。ただ魏と、呉、蜀では軍隊の成り立ちが根本的に違うんだぜ。それは魏が兵庫制により、屯田兵を主体とした常備軍を編成しているのに対して、呉と蜀は、兵力を君主に集中することができず、群雄割拠時代と同じように私兵団の寄せ集めだったんだ。私兵団というのは、有力な武将が個人的に兵力を保有していて、自分の命令で兵力を動かせる形態のことなんだ。当たり前だが、私兵は君主の命令よりも直接の主人である武将の命令を優先するんだぜ。だから君主と武将たちが揉めた場合には、すべての兵力を動員できなくなる可能性があったんだ。魏では、兵力は兵徒に集められ、君主の命令によってのみ動くから、すべての兵士を動員できることになるんだ。武将は大きな兵力を持っていないから、反乱も起こせないわね。魏の兵と姓では、遊族、母兵、旧亡民、豪族の私兵、幸福兵の5種を曹操が統合し一つの戸籍に登録して、人数を把握したものが魏の常備軍なんだぜ。兵庫は世帯で登録されて、登録世帯から15から65歳の男子1名に永久兵役の義務を課したんだぜ。兵庫には国から土地が与えられているから、食べていける保証はあったけど、一度兵庫に登録されると抜けるのは簡単じゃない。独身者は強制的に同じ兵庫と結婚させられ、兵力が減少しないように義務付けられてたんだ。特殊な身分制度みたいね。世帯から出した兵士が戦死すると、同一世帯の身内の男性が代わりに兵役を務めなければならず、兵士が脱走すると世帯全員が罰を受けたそうだ。安定した兵力を確保することはできるけど、兵庫の待遇は過酷としか言いようがないわね。蜀では劉備が慶州から率いてきた私兵と、劉璋からもらった兵力、さらに蜀を制圧した後には、益州の兵力を吸収したのだろう。大半の兵力は劉備のもとにあり、劉備の死後は悠然に受け継がれた。非の死後は、脅威が生徒に戻らず北伐を繰り返しており、生徒防衛の兵力と脅威の兵力は分離しており、悠然の兵力だったものが、脅威の私兵化した可能性がある。脅威は北伐反対派が占める、生徒には戻れなかったとも言うわね。呉は、蜀以上に豪族連合の性格が強く、兵力についても余兵制が採用されていた。余兵制は兵を率いている武将が死ぬと、後継者がいれば後継者に、適任の後継者がいない時には、有力な武将に兵力と領地が引き継がれる制度ね。そうだな、周瑜が死ぬとその兵力と土地は、息子の周順ではなく呂宿が相続し兵力もそのまま引き継がれた。若い周順が統治するには、難しい土地だったみたいね。呂宿が死ぬと余毛が拡大した兵力を引き継ぎ、余毛は有用、干渉、収容を与えられたんだぜ。関東が死んだ時は、息子の関東が領地と兵力を引き継いでいる。後では孫権が領地と兵力を統括していたわけではないのね。魏との国力を埋めるために、呉蜀は異民族の攻略や、鉱物資源の開発を進めたんだ。二国とも屯田に渡来しているけど、国境付近で行う、いわゆる軍屯職が濃いわね。劉備の死後、呉と蜀が表立って、対立することはなかったが、常に足並みが揃ったわけではない。協力して魏を攻め滅ぼすことよりも、自国の事情を優先したことは否めないわね。魏をさらに強化したしばしが、三国定律を打ち破り、最終的には芝燕が中華統一を果たしたのね。では、魏の歴史を簡単に解説するぜ。曹操の死後からね。220年、曹操は死去し、曹丕が魏王と五冠の上昇の地位を継いだ。曹丕は献帝から禅譲を受けて、洛陽を都とし、魏の皇帝となったぜ。曹丕は九品勧進法を実施し、中書省の設置など諸制度を整備して魏の体制を完全なものへと移行させたんだ。九品勧進法は管理登用制度で、隋の文帝に廃止されて、有名な科挙が採用されるまで続いたわ。中書省は、魏から明代初期まで存在した中央官庁で、主に省局の立案、起草を司った。曹丕の作った体制で五官から形成されてきた豪族層が貴族化し、官職の独占を行うようになったぜ。芝燕の秦の時代になると、問題が深刻化するのよね。222年、魏は三方向から豪攻め、曹休が余藩を破り、曹真、夏侯璋、張衡らが公領を包囲攻撃し、孫晴、諸葛瑾を破ったが、曹仁が士官に敗れ、疫病が流行したため退却したんだぜ。第五で決定的な勝利は得られず、五色同盟が強化される結果になったみたいだ。曹丕は226年に崩御し、曹詠が皇帝となった。曹詠は、局地的な敗北はあったものの、
おおむね5職を押し返したんだ。諸葛亮が死去すると、宗英は宮殿造営や酒にのめり込んで国政がおろそかになったため、義は疲弊していった。宗英は卑弥呼の使者にあった皇帝としても知られているわね。238年、両党の公孫渊が猿翁を自称して謀反を起こすと、宗英は軍心の反対を押し切って政党を結構した。芝居の判断を信用し、全権を委ねて鎮圧に当たらせた結果、反乱の早期鎮圧に成功したんだぜ。宗英は239年に34歳で崩御し、宗法が継いだ。宗英は崩御の際、芝居と曹操に宗法の貢献を託したんだ。244年、曹操は官球権を派遣して、高句麗の首都を陥落させるなど武威を振るったぜ。義の朝廷内部では曹操と芝居の対立が起こり、曹操が芝居を排除して宣権を振るったんだぜ。芝居はこれに逆襲してクーデターを起こし、曹操一派を逮捕、権力を掌握し、曹操を傀儡としたぜ。251年、芝居が死去し、しばしが権力を引き継いだんだ。曹操は権力奪還を目指したが、事前に発覚して254年に廃位され曹操が皇帝に擁立されたぜ。しばしに追い詰められていったのね。しばしが死去しても、後を継いだ芝将の権力は強く、曹操は全くの傀儡だったぜ。260年、曹操は不満を抱き、側近数百名を引き連れてクーデターを試みるが、火銃により殺されたんだ。その後に擁立されたのが曹操の孫にあたる曹奸だった。芝将は当該、蔣介を派遣して職を滅ぼしたが、蔣介が脅威とともに益州で独立しようと反乱を起こし、混乱の中で脅威を含む多数の職将や蔣介、当該が撃たれたんだぜ。義によって職が滅ぼされると、義は後の甲州を攻め、広大な領土を獲得することとなり、芝将は義の最大領土を減出したぜ。265年、芝将は死去し、その権力を引き継いだ芝縁により曹奸は禅譲を強要され、義は滅びたわね。次は後の歴史を簡単に解説するぜ。221年、劉備は曹丕に対抗して皇帝を名乗り、職を立てたんだ。劉備と敵対することが決定的となった孫権は曹丕に対して臣従し、呉雨に封じられたぜ。孫権は曹丕に臣従したのね。関羽の仇を取り慶州を奪い返すべく侵攻してきた劉備に対して、陸遜が全軍の指揮を取って迎え撃ち、蜀軍の弱点を突き大勝した。伊良の戦いで大勝した孫権は、義に臣従する必要もなくなったため、独自の元号を立てて義から独立したぜ。ついに天に三日あり。その後、蜀と呉は再び和睦して義に対抗するようになった。222年には、義に三方向から攻められたが、士官が宗人を破り、同行五軍が宗及、長領、造派を破ったんだ。その上、疫病が流行したため、義軍は退却したそうだ。2年後に義は再び攻めてきたが、女性が長江沿岸に偽の城壁を築いていたため、義は戦わずして退却したぜ。226年、旅隊が、それまで服属させていた広州、ベトナムトンキン周辺を呉の直轄領に組み込み、南海貿易の利益を呉が独占することになり、曹丕の死に乗じて、降下に侵攻して江城を攻め落としたんだぜ。孫権の全盛期ね。諸葛亮が北伐を始めると、陸遜は士官、前奏を率いて宗及と戦い大勝した。229年、孫権は皇帝に即位して元号を王勇と改め、権力に遷都としたんだぜ。ご丁寧にも、義を滅ぼした後、五職で天下を二分する計画も進めていたようね。孫権は長相が没した236年頃からおかしくなり、国理の余一を徴用し始め、在地豪族層の反感を買ったんだ。余一を処刑しか診断をまとめ直した孫権は、241年には前奏、主膳たちに命じて大規模な北伐を行うが失敗。孫権が猛獄し始めた。241年、皇太子、孫騰の死後、三男の孫華を新しく皇太子に立てたが、243年頃から四男、孫波との間でお家騒動が起きて、家臣団が真っ二つになって争い合う事態となったようだ。孫権は孫華側に立っていた上将、陸遜の権限を奪い取ったので、陸遜は245年に憤死し、その他の孫華派の重臣たちも流罪とされ、孫波派が勝利したんだ。その後、孫波派の重臣が死去したこともあって孫華派が持ち返し、内紛は泥沼化した。孫権は決断を下し、孫華を諸子に落とし、孫波に自殺を命じ、七男、孫陵を皇太子にしたけど、呉の内部分裂は決定的になったわ。孫権は崩御し、10歳で孫陵が皇帝となったが、大夫、大将軍の諸葛恪が政権を握った。諸葛恪は孫権の死後を狙って侵攻してきた義の子順、諸葛丹に大勝して成功を得たんだ。しかし、義への侵攻は失敗に終わり、疫病で非常に多くの兵士が亡くなったんだぜ。諸葛恪は落ちた成功を回復するために、国内の豪族勢力を抑え込んで中央集権を志すが、これに不満を持った皇族の孫春によるクーデターが起き、諸葛恪は殺されたぜ。この血みどろの歴史の始まりね。
諸葛恪の死後は、孫春が丞相となり政権を握った。孫春は民衆の苦しみに関心を払わず、自分の権勢と社史のためだけに権力を振り回したんだぜ。不満を持った者たちが孫春の暗殺を図ったが失敗に終わっているんだ。孫春は、諸葛恪に殴られる夢を見て、恐ろしさのあまり死去し、その権力はいとこの孫林に引き継がれたんだ。完全に狂ってきているわね。孫林は反対勢力を潰して政権を握ったけど、成長した孫良にも自覚が芽生え始め、新政を考え始めた。孫林は、義の諸葛丹の反乱に介入したが失敗に終わったぜ。孫林の影響力が低下したと見た孫良は、孫林の排除を図るが、逆に孫林により廃位され、孫権の六男、孫休が代わりに擁立されたんだぜ。もう何が何だか。孫休は即位すると、巧みに孫林への反感を覆い隠して孫良のように廃位されることを避け、孫林が油断したところでクーデターを起こして孫林を誅殺した。新政を始めた孫休は立て続けに改革を打ち出し、衰退に向かっていた豪を一時的に食い止めたぜ。しかし、孫休は学問と記事狩りに没頭するようになり、政治は重臣に任せきりとなったんだ。なぜそうなるかな。食滅亡の翌年に孫休が崩御し、孫権の三男で敗退し、孫家の子、孫光が擁立された。孫光は聡明な文武両道の人物と謳われており期待されていたが、これは後にとって最悪の決定だったんだ。最悪のサイコパスキター。孫光はまず、閣僚の一新と父の孫海の皇帝号の追号をした。食料解放による貧民救済なども行ったが、その後刑法を乱用し孫休の妻と息子たちを皆殺しにし、莫大な費用を投じて武将への戦闘を行い、そこに壮麗な宮殿を建てた後、翌年には再び権領へ、都を戻すという暴挙を行った。義から臣への禅譲で、臣から討伐されることはなく、後は孫光の政治で腐敗はしていたけど、平和が続いたわ。後では孫光に対する反乱も起きるようになるが、孫光は顧みずに高級に数千という美女を集め、逆らう家臣は拷問して殺していた。後の防衛を支えていた、主席、帝宝、陸光が死去すると、もはや後には柱となる人材はいなくなったぜ。陸光が最後の砦だったわね。279年、光州での反乱を鎮圧できないでいるうちに、神話20万という大軍を繰り出して後へ進行してきた。後の将兵には孫光に見切りをつけ、戦わずして神に振る者も多く、翌年に神軍は権領に達して孫光は降伏、後は滅亡したんだぜ。孫光はあっさり降伏して、天寿を全うしたそうね。食の正式な王朝名は勘だが、この動画では食で通してるぜ。食勘は後世の将で、宗妃が五勘を滅ぼして即位した時に、劉備が勘の正統を継ぐと宣言したからだ。食勘を自ら名乗ったわけではなく、勘の後継であることを認めない義、後は当時から食と呼んだそうだ。前勘、五勘に続く、末っ子という意味で李勘と称した食臣もいたらしいわね。宗妃が五勘を廃し、義を建国すると、221年、劉備は対抗して食の皇帝となった。諸葛亮、法政、遺跡、流派、李元らに食の法律である食家を制定させ、法制度を充実させたんだ。さらに流派の提案に従い、新しい貨幣を作り、貨幣制度を整備したそうだ。益州は鉱物資源が豊富で塩を産出したから、劉備は塩と鉄の専売による利益を得るため専門の役所を設置し、塩と鉄の専売により国庫の収入を大幅に増加させたんだぜ。人口の少ない食にとって、農作物以外での収入は大事ね。222年、慶州奪還と関羽の仇討ちのため呉を攻めたが陸遜の前に大敗。食軍は馬良をはじめとした主だった将兵が戦死したぜ。多くの人材を失った食は、軍事力の衰えもあって、劉備は孫権と和睦を結んだ。翌年、劉備は諸葛亮に工事を託して崩御、劉禅が後を継ぎ、諸葛亮が丞相として政務を取ったんだぜ。諸葛亮は劉備の夢に一生を託すことになる。益州南部で妖怪、皇帝らが反乱を起こしたが、諸葛亮、李恵らは益州南部四軍を征討して反乱を平定した。劉備の死後、孔明率いる職は北伐を目指していく。官の後継者を名乗る職にとって、義を攻めることこそが存在意義だったのね。北伐にあたり上奏した水死の量は有名よね。実際には、同盟している後が動かないと仮定しても、職の国力や軍事力を考えると無理があった。北伐は実際の回数を見てもらうことが一番諸葛亮の執念を感じるぜ。228年、第一次北伐外帝の戦い。諸葛亮の指示に背いた先方の馬謖が長江に撃破され撤退するが、軍事の後継者として脅威を得る。馬謖は死刑、鐘楼を免職、趙雲は降格、諸葛亮も右将軍へ降格。泣いて馬謖を切る。228年、第二次北伐陳倉の戦い。食料不足により撤退、王宗を討ち取っている。229年、第三次北伐陳倉の戦い。
武と隠蔽の両軍を平定、諸葛亮が上昇へ復帰。やっと領土拡大。230年、魏の宗親による侵攻を撃退した、死後の駅。魏が侵攻してきたのはこれ一回。231年、第四次北伐帰山の戦い。長江、芝居を撃退するが食料不足により撤退。長江を討ち取り、食料の供給に問題のあった李元を罷免。芝居初登場、魏の名将死亡。234年、第五次北伐五条原の戦い。屯田を行い食調を確保して長期戦で挑んだが、諸葛亮は陣中で病没し食軍は撤退した。虚勢が起きたのね。諸葛亮の死後は、義援、病気が粛清され、荘園を中心に非、党員、脅威、強力と、漢中で義との国境を守る護衛、王兵、豪州で義との国境を守る投資が政務、軍政を担当し、大々的な北伐を控えて内政の充実に努めた。244年、魏の曹操、夏侯玄、郭淮らが侵攻してきたが、王兵、紀伊らが撃退したわね。芝居一族の戦王を嫌った夏侯派が蜀に投降したことなども、蜀に力を与えたぜ。しかし、荘園、党員、紀伊が死去すると、もはや蜀を支える政治家はいなくなり、脅威や陳氏らが国政を取り、北伐が再開されたんだ。魏に大勝したこともあったが、断国の戦いで大敗し、相次ぐ北伐で蜀は疲弊したぜ。宦官の高校が政治権力を握り、高校を徴用した友禅の悪政により、宮中は乱れ国力は大いに衰退したんだぜ。ついに蜀の終わりが見えてきたわね。263年、司馬将が蜀討伐を開始、脅威らは剣閣で義軍に抵抗したが、別動隊が迂回して成都に向かった。面築で諸葛戦が討ち取られたことを聞いた友禅は、南方籠への逃亡を図ろうとしたが、召集に反対され義軍が成都に迫る前に降伏したぜ。この援軍は間に合わず、蜀は三国の中で最も早く滅亡したのね。今回は義語蜀の国力差について解説してきたぜ。蜀は人材の枯渇、義は王権の弱体化、語は相続問題が、主な滅亡の原因ね。曹操から引き継いだ国力と兵力を引き継いだ芝氏が、三国統一を果たしたのね。義が曹氏を中心に固まっていなかったからこそ、語蜀が存続できたとも言えるな。三国志にはまだまだ面白いエピソードが存在するわ。解説してほしいエピソードがあれば、コメント欄にお願いするんだぜ。ご視聴ありがとうございました。